花野に入ると、あ、花野に来たなって分かるのは、やはり上倉先生のポスターがもうたくさんあるっていうことであります。まあ、それだけ活動量が豊富なんだろうというふうに思います。これまでも市政でも、そして県政においても本当数々の提言を、されてきております。最近も新東名の開通ちょっと遅れてますけれども、まあ、順次、開通していくわけでありますけれども、やはりこの秦野丹沢というものがありますから、山岳スポーツのメッカにしていこう、こんなような、提言もされているところでございます。ぜひこれからも大きな活躍を期待いたします。先ほど真島先生からお話があった、おととい私、国会で質問に立ちました。総理に対して質問に立ちました。新型コロナウイルス、大変皆さん心配しております。観光業に大きな影響が出ています。箱根にキャンセルも相次いでますので、牧島先生とお話をして、これは総理に何とか支援をしていただこうと、こういうお願いをしたところ、財政支援も、予備費を活用してやることも躊躇しない、こういうことをおっしゃっていただきました。今年はこうした心配のこともありますけど、オリンピック・パラリンピック明るいこともあります。こうしたことを全てひっくるめて政治しっかりやっていきたいと思います。どうぞこれから1年またよろしくお願いします。ありがとうございます。